アップ、あ、ボトムズアップ、名前変えたよね、後期高齢者マウンティンボーイズ。もう今年もね、無事にメンバーが揃いました。もう来年は浜口だけね、あのマンドリンの山田忠介がこの本番前にちょっと貧血を起こしまして倒れまして、間に合うかなと思って、まあいつでも上がってきたような感じで、来年はひょっとしたらマンドリンが、まあ、変わってるかもしれません。それでは、追悼演奏会ということにさせていただきたい、はい、ということで2曲続けてお送りしましたですけど、続いての曲をお送りしたいと思いますけど、これはい、サイドギター中慎一郎がお送りします。コーラちゃんどこ行っちゃったんだというような感じです。これすごい一緒にやるコンサートに年2回いつも出てるんですけどね、カントリーの人はすごく高齢化が進んでまして、若い子が育てないらしいんですよね。でこれはね、どうもね、アメリカでも同じような傾向らしいんです。やっぱりカントリーで少し増えてくるとちょっと
違うジャンルの方へ行ってしまって商業ベースにはまってしまってちょっとやっぱり売りたいというで、ブルガスは若い世代がすごく育ってるんですよね。それが日本でもね、こういう風になってるということですごくやっぱり嬉しいですね。これであの山田忠介も安心してもうオールドできると思う。はい、ということでございまして、もう最後の曲になりましたけど、最後の曲はね、これね、ちょっと趣向がございまして、Beautiful Moon of Kentucky ということがございまして、これがあのチンバンジョーやるのがミソという。そして今日はね、スペシャルゲストをお迎えしております。吉崎博士と、はい、イエーイ。吉崎宏とテリア安川君のツインバンドで最後の曲をお送りしたいと思います。 Beautiful Moon of Kentucky。